皆さんこんにちは。チャンピオンジョッキースペシャルストーリーモードを進めていきたいと思います。今回はブリーダーズカップデー前半をお送りしたいと思います。まずお届けしますのはサンタニタ競馬場からブリーダーズカップジュベナイルターフ G1 芝の 1600m ストーミーリバーに乗っていきます。3番人気、競争能力が78の先行馬です。フランスのジャンプラ賞の勝ち馬ですね。それでは相手を見ていきましょう。1番人気はサーパーシー、競争能力が86、2006年のイギリスダービー馬です。2番人気はブルームバー、競争能力が84。この馬は調べたんですが検索にねなかなか引っかからなくて謎の馬でした。サーパーシーがね相当強そうですが頑張っていきたいと思います。スタートは完璧。さあ先行していきましょう。右に6番はインサネーションかな。じゃあ14頭立てなので4番手前後取りたいんですけど、あれ2番手かな。あ、2番手ですね。さあサーパーシーどこにいるんやろ。さあこのレースはですね、なんと2007年に創設されまして結構歴史が浅いレースなんですよね。2歳5馬、そして1000馬限定のレースとなっています。さあインサネーションが逃げてってるね。サーパーシーどこやろ。あの右にいるのが謎のブルームバーゲンって馬だったかな。あの外にいてるね、サーパーシー。いやまさかアメリカの G1 にイギリスダービーが出てくると思わないじゃないですか。あ、でも手応えまずまずいいっすね。あ、手応えが悪くね。四角線と取れない。なんで2番手なんやろ。瞬間反応が出た。さあ抜け出した。このまま粘ってほしい。お願いします。いやちょっとサーパーシーが怖すぎる。もうポテンシャルないけど勝てた。あれ結構突き放してる。てっきりサーパーシービビってたんですけど、アメリカのね芝コースは内回りということで、まあ前が有利だったんですかね。3番人気で勝つことができました。続きましてはブリーダーズカップダートマイル G1 ダート 1600m デイドリーミングに乗っていきます。3番人気、競争能力が76です。この馬はアメリカの重賞を3勝しています。それでは相手を見ていきましょう。1番人気は以前にも騎乗しましたウッドメモリアルステークスの勝ち馬ベラミーロード、競争能力が85。2番人気もおなじみドリームオブサマー、競争能力79。上位2頭は、ね、強そうですが頑張っていきたいと思います。スタートはまずまず。さあこちらも14頭立てなので4番手前後で競馬したいですね。あ、結構前早そうやな。ベラミーロード、ドリームオブサマー、このね人気の2頭がね逃げ馬なのでどんどん飛ばしていきましたね。このねブリーダーズカップダートマイルはね3歳以上のレースですね。歴史もねそんな古くなかった気がする。ちょっとね下調べするの忘れてるんですけど、さあベラミーロードが逃げていきましたね。2番手が2番人気のドリームオブサマー。この馬ね牝馬なんでね、あの牝馬限定のねフィリーズ&ミアスプリントやったっけ、そっちに出るんかなと思ったんですけどこっちを選択してきましたね。いや早すぎてさ先行馬なんやけど中段から競馬なってるんよ。嫌な予感するな。これ追い込み馬相当有利な展開。瞬間の反応あったかな。よいしょ、瞬間の反応が出た。あとど根性ガエルもあるはず。それだけは覚えてる。さあど根性ガエルください。出ませんね。ああ、上がっていくの精一杯。4番手までだ。なんかアメリカの競馬らしくね、飛ばした馬がどれだけ粘れるかみたいな競馬になりましたね。ということで勝ったのはベラミーロード。私のねデイドリーミングは3番人気で4着でした。続きましてはブリーダーズカップジュベナイルターフフィリーターフ続きましてはブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ、2歳牝馬限定の G1 芝の 1600m タイブラックに乗っていきます。6番人気、競争能力が76です。フランスのね一戦ギニーの勝ち馬ですね。それでは相手を見ていきましょう。1番人気はスペシオーサ、イギリス一戦切りの勝ち馬。2番人気はランプルツ・ティルトスキン、モイグレアスタッドステークスとマルセル・ブサック賞の勝ち馬。3番人気はプライスタグ、競争能力が78、アメリカの G1 メイトリーアークステークスを勝っています。タイムラックもね決して弱い馬ではないんですが周りがちょっと強そうですね。では頑張っていきたいと思います。スタートだけはいいっすね。はい、さあこのレースも14頭立てということで9番手前後をね取っていきたい。あとはねこの内に行ってる時に芯にならないようにね気をつけたいところ。さあ大丈夫でした。7番手8番手まずまずですね。さあスペシオーサがこれに出てるんかな。このねブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフはね2008年に創設されまして、結構ね歴史の浅いレースとなっています。あ、仕掛け遅れだ、下田仕掛け遅れとんよ。結構ねこの 芝コース内回りなんで前が有利。さあランプルとティルトスキン、こいつかいたね。
僕の外にいてる馬が2番人気の馬、さあスペシオーサーは軽快に逃げている、あ手応えがいい、ランプルとティルトスキン、ちょっとちょっと あるよねスペシオーサー瞬間の反応、スペシオーサーをかわさずに一瞬のキレを出してかわし去るが一番いい、一瞬のキレ、もうちょっと勝てた、なんか展開的に完璧やったな。おそらくねスペシオーサーを早めにかわしていたら勝てなかったんじゃないかなと思うので、展開が結構良かったですね。6番人気で勝つことができました。続きましてはブリーダーズカップジュベナイルフィリーズ、こちらもね2歳牝馬の G1 ダート 1700m ワイルドフィットに乗っていきます。3番人気、競争能力が75です。デルマーデピュータントステークスを勝っています。それでは相手を見ていきましょう。1番人気はフォークロア、実際にねこのブリーダーズカップジュベナイルフィリーズを勝っています。2番人気はアーミー、実際にはアーマインと呼ぶそうですが、この馬はアップルブラッサムハンデを買っています。結構ねアビリティがいいので頑張っていきたいと思います。さあ今回は12頭立てですね、まあ、追い込み馬なんで後ろから競馬していきましょう。このレースはね2歳牝馬限定でもダートのチャンピオンを決めるレースになります。さあ案の定ね最後方からとなりました。さあ目の前にいるね左側にいるのがあのアーミーですね、なんかユーミンみたいな名前してるけど、さあ上がっていきましょう。あとあれやね、コルクローレがどこに、あコルクローレどこ行ってる、 あの4番手5番手ぐらい似てる馬か、これがね一番人気でね実際にこのレースを勝っている馬ですね。このままね大外一気があるので外側をね回って競馬したいと思います。さあユーミン上がっていくね、この馬も手応えがいい。ケンタッキーオークスね2着もしてるそうですよ。さあもう残り 400m、アメリカの競馬は直線が短いということでね、大外息を早く出したいと思います。大外息が出た、まだかわせない、あと一瞬のキレでなんとかしてほしいです。一瞬のキレ、素晴らしい、完璧だ。2番手はどうやろう、ユーミンかフォルクローレかな。やはりね大外一騎とね一瞬のキレのねコンボがあるとね勝ちやすいですね。3番人気で勝つことができました。続きましてはブリーダーズカップフィリー&メアターフ G1 芝の 2000m アモラマに乗っていきます。6番人気競争能力が78です。デルマオークスの勝ち馬ですね。それでは相手を見ていきましょう。1番人気はねヨーロッパの名品シャワンダ、アイランドオークスベルメイユ賞の勝ち馬です。2番人気はオーストラリアの名品マカイビーリーバー、3番人気はロイヤルハイネスアメリカのビバリーリーステークスの勝ち馬、1番人気のねシャワンダが相当強そうですが頑張っていきたいと思います。さあコーナーねすぐスタートして、このねサンタアニタの特徴でこのダートコースをまたいでいくんですよね。まあ、なんか怪我しそうでちょっと怖いですけどね。さあ14頭立て、9番手前後取りたいけど意外に前の方になりましたね。今回ね出走しているこのレースはですね牝馬限定ですが、3歳以上の芝のチャンピオンを決めるレースとなっています。シャワンダがあれかな、前にいてる馬かな、相当強いからね。あとはどうやろいてるかな人気の馬ちょっとあんまり覚えてないけど、ただロイヤルハイネスとかいてるのかな。下がっていきましょう。あ結構ペース上がるのが早い。一応このねアンモラ馬も一部あの G1 馬なんやけどね、ヨーロッパからね結構強い馬が遠征していけるということで下がっていきましょう。折り合いはバッド、どうなって嫌がる。さあ3コーナー前でね残り 600m、 もう地方競馬みたいです。あの黄色の帽子、あの馬人気の馬や、何やったっけちょっと忘れた。あでも手応えいいぞアモラマさん、手応えがいいアモラマさんの。さあ先頭はこの何やったっけ名前忘れた8番の馬、一瞬のキレイ、先頭立てた、あこれすげえ勝てましたてっきりもっこり負けると思ってた。6番人気とね劣勢だったのであまり自信がなかったんですが、展開が良かったんかな、なんか勝てましたね。2着があれかロイヤルハイネスで、3着がシャワンダでした。土曜日のメインレースはブリーダーズカップディスタフ G1 ダート 1800m お手間のラウンドポンドに乗っていきます。競争能力が82、実際にこのブリーダーズカップディスタフを買っています。それでは相手を見ていきましょう。1番人気はアシャド、競争能力が82、この馬もね実際にブリーダーズカップディスタフを買っています。2番人気はスパンシュガー、競争能力が81、アップルブラッサムハンデ、ゴーホーアンドハンデとね G1 を2勝しています。競争能力的にはね引けを取らないですし、3歳馬ということでね金量の恩恵もあるので勝てるように頑張っていきたいと思います。
さあこのレースも14頭立てですね。そしたら4番手前後を狙っていきたいと思います。さあ逃げてるのはエステラジェインかな。あの足毛はちょっと目立ちますね。そして8番、これがスパンシュガーかな。あ、うちにいる4番は何やろ。とりあえずポジションはグッドポジションですね。さあこのレースはですね、牝馬限定の G1 なんですが、3歳以上のね、ダートチャンピオンを決めるレースになります。あ、結構ステラージェイン飛ばしていきますね。ラウンドポンドは3番手。さあ人気の馬、あ、うちにいる1番がね、人気のね、アシャドかな。はい。さあ折り合いはエクセレント、完璧。じゃあアメリカ競馬らしく早めにね、先頭を立って、あの粘る競馬をねしていきたいと思います。さあステラージェインがどんどん飛ばしていく。なんか直線出た時にね、並びかけてど根性ガエル発生させれば完璧かな。さあ残り 400m、 じゃあうちに男、あ、なんか内からいっぱい来てる。あ、シャローいてる。そして何これ何これ何これ、珍百景。よし並んだ、いいぞ。ど根性ガエル送らせ、ど根性ガエル発生。ギリギリやな。あ、一応勝てた、危な。結構大混戦、競争能力と筋量的にね、結構余裕で勝てるんじゃないかなと思ったんですけど、ギリギリでしたね。一番人気のね、アシャドが猛追してきました。ということで、今回はですね、ブリーダーズカップデーの土曜日をプレイしてきました。おそらくね、6クラ乗って5勝ぐらいしてんじゃないかな。まあ、たまたまなんですけどね、うまいこといきましたね。次回の動画からは、ブリーダーズカップデーのね、後半戦をお送りしたいと思います。お時間の方が来ましたので、このあたりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。